真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。
今のは三十郎様かい？ああ、そうだな。あんなに急いで。何年行ったら分かるんだい。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい溝にはまって承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ張りも起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。じゃあもう一杯おくれよ。少しでも足しになるならよ。そうかな。ありがてえ太平の世に一杯。
ノブ様が言うには京の都ではよく知られた料理だそうだ。それじゃあ天使様も召し上がっておられるってことかい。ああそうさ、あんなバカ野郎の言うこと。聞かねえこったね。天使さんはあしらと同じものを召し上がるわけねえだろ。違いねえ、賊が森の中にいんのさ。ああそうさ、あの世の入り口も湖にあるな。いや、あいつらの寝床を見たのさ。俺たちが先にやらねえと皆読み送りにされちまう。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりませぬ。拙者どもはただ。さっさと出て行け、ご師範様。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持っていきな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。さっさと出て行け、ご師範様に言いつけるぞ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだと言うんですか。うまくいかないこともあるさ。どけどけ、明日の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つものが制すものじゃ。見てみ、どうかお待ちを。足りなくなることはございません。
いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。ヒロキ殿、こちらへ。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は広木殿、お行きくだされ。案ずることはございません。何してわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。首を落とせ。猫にもかなわんな。
猫にもかなわんな。なんでだ。うちの子が、うちの子がいなくなっちまった。女房をどこへ連れてっただ。お願いだ、見逃してくれ。そいつを楽にしてやれ、ブロック。願いでござりまする。かたじけねえ、かたじけねえ。あいつらは この向こう水なもののふは誰だ。来て、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。喉をかっきれ。せや
ます。まだ幼き輪までございます。こいつの命など何の価値もねえ。何でも持っていっておくんだって。ただこの子に手をかけるのだけはご勘弁を。役立たずのクズ野郎が。お逃げください。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない。ヒロキ様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。